はい、なんでやハイグレードになれへん。ハイグレードになれへんね。機動戦士ガンダム144分の1、大気圏内外、療養戦闘機コアブースターでございます。これ、はい、これなんと、総通エージェンシー日本サンライズと書いてありまして、定番です。万歳してるマークの、万歳してるマークのコアブースターです。はい、私はこだわりがあって、ちょっと再販のコアブースターいらんな。再販のコアブースターいらない。うん。これね。コアファイターとコアブースター。で、なんとね、このキットは006と、売ってあるんですけど、デカールがついてない仕様になってまして。ね。これ。こっち見てみる。もうね、当時の一年戦争ガンダムも後半戦や。一年戦争ガンダムも後半戦に入ってきまして、ラインナップが結構乏しくなってきたのがこの辺。これね、ジオン軍の地球侵略が開始されたことにより、制空戦闘機の必要性が生じ、緊急に開発されたのがコアブースターで、はじめはモビルスーツの脱出コックピット用に開発されたコアファイターをそのまま流用し、新型の航空戦闘機とした、名前の通り、この新鋭機はコアファイターの後部に大型ジェット、大気圏内用ロケット、大気圏外用兼用エンジンを装着し、武器にはメガ粒子砲2門を装備し、この戦争の最後の頃、連邦軍側にかなりの戦果をもたらした。それだけやで、これ。コアブースター。例えば、セーラ機が何番とか、もうこら、スレッガーやな、スレッガーさんが、ビグザイに特攻したとかっていうのは一切なしで、こんな感じです。なんか、今日珍しくね、お店にね、この、コアブースターが久しぶりに置いてあった。で、置いてあって、バンダイ模型、こっちやな。バンダイ模型のこれと、再販やな。バーコード付き再販が、置いてあったんやけど、こっちの方が、ね、実は200円安かったん、実は。え、嘘やんとかって。再販やで。再販のコアブースターと、こっちの当時物で、こっちの方が200円安かって、嘘やんとか言って。これ、で、バンダイ模型って書いてあるでしょ。ここ書いてあって、箱もバンダイ模型やったら、こうボディもバンダイ模型なんやで、これ。どこやったかな、ここら辺にあるのかな。ほら、バンザイマークが見えるでしょ。ほら、バンダイ模型。このロットは珍しい。このロットこそね、こういうロットこそね、評価されるべきやと僕は思うんやけどな、これ。ただやね、ただ、このキットのね、っていうとこがあって、こらもうダメ、もうダメよ、ちょっと待ってや。何しとんねん、もうほんまに。プラモデルのビニール袋をなんかもう、くわえてどっか走っていきよった。こっちの方がね、評価されるべきやと思うねんか。まあ言うたわけ、45年。今年で45年やん。45年。正確に言うたら43年ぐらいやけどな。前のもんやから、これ。これ。で、びっくりすんのが、これ飛行機やのに、飛行機のキットやのにね、台座がないねん。コアブースターってね、台座がないんですよ、これ。
82年8月。はい。これ。こういうのはね、時代を映す鏡やな。組み立て途中やな。組み立て途中のキットの返品、取り替えはできませんって書いてある。多分交換してくれとか言う人おったんやろな。電話番号書いてるから。で、これ、お客様へ、当社では部品の販売や商品の通信販売、小売は行っておりません。え？めっちゃやってるやん、今、みたいな。めっちゃやってるやん、今。これ。ここ、ここ。な、商品の通信販売、小売は行っていません、とか言って。今の説明書にも書いてたらびっくりするよな。バンダイナムコかなんかな、バンダイナムコの説明書にやで、これが書いてあったらびっくりするやろな。プレミアムバンダイでめっちゃ売ってるやんけ、みたいな、ほら。これ、コアブースター。これね、袋はね、ちなみに当時の袋やで、これ。当時袋。接着剤がね、安物のやつが一つ入ってんね。うん。このね、コアブースターは、この300円コアブースターはね、この300円コアブースターはね、今でも第一線は貼れるで。まあ、一回まあ探して手に入んやったらいいけど。ちなみにこれね、今もう僕ちょっと剥がしてもてんけど、ここにね、ここに、なんやっていうなんか、どっかのお店のね、なんか1000円って書いた値札のシール貼ったってん、これに。買った店全然違うのに、うん。って、1000円で売ってたのこれみたいな。よう、1000円出して買ったよなって。これ1000円出して買ってる人おんねんて。わかめんわっていう、コアブースターですか？こっちの方が安かったんやで。バンダイナムコじゃない。バンダイナムコじゃない、普通の赤バンダイやな。赤色バンダイのコアブースターよりこっちの方が安いね。200円。あ、こっち買うやろ。っていう、そんなとこですか？